どうも、ヤドです。今回もですね、商業実況やっていきたいと思います。さあ、お相手が2段の方ですね、2勝1敗、大会1勝2敗ですね、UFO 銀河お得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ、今日楽しく商業実況やっていこうと思っております。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、お相手の戦型なんですけども、振り飛車、振り飛車じゃなくて、居飛車ですね。さあ、飛車先の歩は当然しっかり受けていきまして、で、こちら、ボス筋の歩をついていって、まあ、銀を繰り出していくという流れでいこうかなと思うんですけども、多分銀が上がってきて、はい、UFO 銀に来るのかなというところですね。はい、これで一応、金と王様寄っておいて、これで UFO 銀っていう、エフェクトがですね、お相手の方には出ているだろうというふうに思われます。さあ、これでですね、着々やっていこうと思うんですけど、ちょっとクリックがおぼつかない。さあ、クリックおぼつかないのやめてほしいという感じなんですが、まあ、これで、一回、飛車先の歩ついていって、飛車先の歩ついていきまして、まあ、この銀が浮いてるのがちょっと気になりますよねっていう話もちょっとあって、これちょっと銀待ってよ。これ銀を当てていったら、飛車が結構狭くなるんじゃない？これ。場合によってはっていう、銀がこっちに引いてきたりしたら、もし引いてきたら、あっと、これ結構飛車狭いんじゃないか。2分30秒。まあ、いっか。ちょっととりあえず、そんなことは置いておいて、置いておいて、歩進めていきますか。これで、棒銀決めていきましょうという、感じなんですけども。まあ、桂馬跳ねてきたら角引いていきましょう。はい、角引いていって。これで、特にこの桂馬がそんなに悪さはできないと思う。思うが、果たしてどうか。まあ、角が、これ出てくるのは一回銀引いておきましょう。これあれか、角ぶっちぎってくるっていうパターンある。ない。もう一銀出ていきますか。はい、もう一銀出ていきましょう。で、そうですね。一回ここにふーっと置きますか。ちょっと嫌なので。この桂馬跳ねが嫌なので、もう一銀出ていって、で、これで棒銀決めていこう。これで棒銀を決めていきましょう。2分。さあ。桂馬でしょ？これはもう、と金作らせておきます。と金作らせちゃっておきます。はい。これで、飛車浮いていって、で、こっちに入ってくる。こっちに入ってきたら、銀で、桂馬取っちゃいますか、これで。さあ、これで、飛車ももらっておいて、これで銀取られたら、それが直接詰めろになるんだよな。だから、ですね、これで一回銀逃げておきますか。で、これで、まあ、香車取られる分にはもうしょうがないという、感じで、で、できればこの銀を取りたい。飛車で。飛車でこの銀をいただきたい。ところですね。できればね。さあ、それで守って来られるので、さあ、守って来られるので、一応、もう一回馬に当てておいて、これは一回逃げておきましょう。ちょっと待ってね。ちょっと待ってよ。1分30秒。ちょっと待ってよ。これ、1分30秒か。結構難しいな、これ。はい。これで歩打っていって、王手しておいて、さあ、これで、飛車打たれて、そっからが怖い。これで、角持ってないでしょ、相手。逃げ道作ります。逃げ道作っておけば問題ないはず。これは問題ないはずですね。さあ、こっからですね。こっから勝負を決めることができるかどうか、という話になってきますが。さあ、お相手のこれ金に、ま、桂馬跳ねていくみたいなことかな。まあ、これはもう素直に逃げちゃうか、桂馬でも打って様子を見ておくか。桂馬でもちょっと打っておきますか。これで。1分。で、これで桂馬跳ねていって、はい。これで、銀、
撃たれても問題ないでしょ、これ。桂馬ね。桂馬。これで銀引いておいて、はい。さあ、これで、銀撃っていって、これは、あれですね、千日手の可能性ありますね。千日手の可能性があるんで、ちょっとそれだけは勘弁願いたいという感じなんですけど、まあ、これで、王様逃げていって、さあ、2枚銀取られちゃうんですけど、これで一回、竜弾いていって、で、ここに角とか、打ってくる、まあ、そこに角か。そこに角、ここに飛車かな、はい。はい、これで全部清算して、これでどうでしょうかという感じですね。まあ、ここにもう一回桂馬でも打っておいて、まあ、銀打ってくる。30秒。銀。はい。さあ、時間的には今余裕が若干ある状況ですね。時間的に余裕がある状況なんで、これは、まあ、時間切れで勝てる可能性が今高くなっていますよという、話であり、同時に、さあ、これで桂馬跳ねていって、さあ、これで桂馬打っていって、そうっすね、この辺に、飛車打っていって、で、こっから、角打って、さあ、これで角打って、これで竜をゲットすることができるんで、さあ、こっから飛車打っていってですね、詰みまでいけないの、これ。詰みまでいけない？詰みまでいけないか、これ。はいはい、ありがとうございました。まあ、どちらにしても勝利だったと思います。2段にですね、勝っててよかったと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方、ぜひぜひ、お願いいたします。お疲れ様です。どうも、ヤズです。今回もですね、商業実況やっていきたいと思います。さあ、お相手、どんな方でしょうか。初段の方ですね、右四間飛車が得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ、今日楽しく将棋棒実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、お相手の戦型はですね、棒銀ですね。棒銀できているということなので、棒銀用の受けをしっかり、こなしておきまして、さあ、これで、こちらもですね、棒銀決めていこうという流れの中で、右四間飛車に組み替えてくるというパターンですね。さあ、これで、角で取ってくる、銀で取ってくる、銀で取ってきた。さあ、銀で取ってきたのに対してはシンプルに触れ、返しておいて問題ないと。で、これで銀上がっていって、銀上がっていって、これも特に対応する必要ないと思うので、はい。これで、銀で来るのに対しては、歩を打っておいて OK ですね。さあ、これで、これで、はい、素直に戻っていただいて、で、まあどうしようかね。ちょっと一回、ここの歩を突くのか、あるいは角交換していくのか、まあちょっと難しいところですけど、一回、一応ね、手堅く行きましょう。手堅く、銀交換していって、歩打たれて、戻っていくっていう流れを一回やっておきましょう。ちょっとお相手に委ねましょうという感じですね。どっちかっていうと。さあ、これは、ここに、飛車、横歩取ってくる。あ、取ってこない。これ引いておいて、さあ、ここの銀打ちでしょ、まずは。まずはここの銀打ち、ここに歩打ちからの、銀打ち狙い。狙いというか、まあ、そうですね。これで、桂馬跳ねていきたいですけど、歩を打たれるので、それがいいのかどうかっていうのがちょっとよくわかんないっていう感じですね。さあ、銀が出てきて、一応これ銀で、この歩を取りに行きましょう。こっち一歩もないからね、今。歩がないんで。さあ、これで、角銀総交換。角銀総交換となりました。結果的に。さあ、これで端歩ついていって。角ね。まあ、銀上がっておきましょうね、これはね。ここのね、飛車の頭に銀打ちがあるんで。まあ、これで、ただこのね、角が結構歪だと思うんだよね。まあ、ここら辺からちょっと、情勢が難しくなってくるという、感じがしています。
はい、これは普通に逃げておいて OK。逃げておいて OK で、これで金上がっておきますか。で、銀がなってくる。ならずでくる、なってくる。これで、一回、角と銀、両取りにしておいて、で、ここに歩を打ちながら、歩を打ちながら、銀で取ってきてもらって、もう一回角出てきてもらうみたいな感じ。いや、これ、と金作ってくるのか。でもこれ、桂馬跳ねていけるから、桂馬跳ねていけるし、香車逃げていけるし、香車ちょっと逃げすぎた。もう一個下でよかったのに。さあ、これで、どうしよう。金上がるか。金上がる意味がわかんないな。金上がる意味がマジでわかんない。これ、風。さあ、時間トントンです。時間トントン、トン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 、日野の2トンなんですけど、これ桂跳ねた時にこの銀が、金が浮くんだな。それが嫌ですね。まあでもいいか。一回。ただこっち歩がないんだな。歩がないんすね。歩がないのが困りますね、これね。これで金が殺される。金が殺されるのは許せないので、さあ、これで香車ゲットしていって、香車ゲットしていきながら、あ、馬、これ、馬ができるぞ、これ。時間がない、マジで。時間がなさすぎる。時間がなさすぎるので、それだけが問題ですね、今。直近の問題は時間がないということですね。さあ、時間逆転した、今、この瞬間。時間逆転したんで、さあ、ここから何かできるかどうか、もうこれ銀ぶっちぎっていきますか。で、これで銀上がっていって、はい、で、ここに銀打っておいて、さあ、時間の問題ですね、これ、あとは。はい、これちょっと逃げておいて。30秒。これは何？桂馬取らせてもらえる？桂馬取らせてもらえますか？桂馬、私に桂馬をくれますか？私を愛してくれますか？さあ、銀が浮いてる！銀が浮いてる！銀が浮いてるんですけど、あ、でもなんか知らないけど。なんか知らないけど。20秒。はい、20秒。これは銀で？済んでないよね、これ。まさかの詰みはないよね。詰み筋はないですよね、これで。さあ。桂馬で、打っていって、これで、ここに何かやっていきたい。さあ、10秒。残り10秒。残り10秒で、相手1秒しかないから、これは勝ちでしょう。さあ、どうにか勝つことができたかと思います。はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。室の古いピアノにもたれて歌ったねしてる。まだ君のことまだ知らないのになぜか懐かしくて